こんにちは、筑波大学の荒谷です。では、これは、プログラミングチャレンジ、第5週、グラフの授業を続きます。では、前のビデオでは、ダイクストラ法で、その重み付きのグラフの最短経路についてお勉強しました。ただし、ダイクストラはどのグラフでも使えるわけではない。これは、この問題の例を見てみましょう。このグラフを見てください。前のダイクストラの実装が、このグラフだと、無限ループになってしまいます。ですね。こちらで S で A をパッシュして A とマイナス2を入れます。で、B をパッシュして B と2を入れます。で、マイナス2は一番安いなので、S から A をチェックします。で、A から B を見て、この B のマイナス2を入れます。マイナス2、マイナス2が B の距離がマイナス4。この 2B より、早く、そのプライオリティキューの前になるんですね。ですので、プライオリティキューは次はこの B-4 をポップします。B の -4 が S の -2 と E の -2。で、例えば S の -2 に最初にポップすると A の -6 を見つけます。すみません、A の -4 を見つけます。A の -4 が前の -2 の距離がより早いなので、A の -4 をポップする。そして B の -6 をポップする。そして S の -4 をポップする。で、要 A の -6。で、こうすると、あのダイクストラはどん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 ここに、ぐるぐる回って終わらないっていう感じですね。これはどう対応すればいいのかですね。例えば、もう、使った辺を二度使わないっていうルールがアルゴリスムに入れれば、これは無限ループにならないですね。アルゴリスムはちゃんと終わります。ただし、よく考えると、このグラフの最短経路っていう意味があるのかですね。このマイナス2に問題の中に何の意味があるのか考えると、例えばこれは時間ですと、やっぱりこれを使いたいですね。これはペナルティだと、このボーナスを貯まりたいので、実はこれはずっとできれば続けたいよね。本当に目的は、ただの経路のサイズを最小化にするのなんさ。ですので、このグラフで最短経路見つかるより、最短経路が意味のないになるの、無限ループがあるグラフを認識したいですね。で、このダイクストラを二度変異を使わないと、無限ループにならないけど、無限ループにある可能性があるかどうかを認識しない。ですので、その無限ループを認識できるアルゴリスムを勉強しましょう。それは、ベルマンフォールドっていうアルゴリスムがあります。ベルマンフォールドは結構簡単な最短経路のアルゴリスムで、で、特徴の一つとしては、このアルゴリスムで、無限ループがあるかどうか簡単に認識することは可能です。では、早速も、ベルマンフォールドを紹介しましょう。ベルマンフォールドのコストが O of VE。なぜかと、ダイクストラと違って、これを、ベルマンフォールドが無限ループになる可能性はないです。なぜかというと、アイディアはこれです。ベルマンフォールドのメインアイディアが、すべての変を、すべての辺を V 回を重みをブロードキャストする。V 回ですべての辺を重みをブロードキャストすれば、その辺の重みをすべての頂点にブロードキャストができます。ですね。こうすると、まずこの距離のベクタルが持っていて、その距離のベクタが S からの距離が0で、S 以外の距離が無限ですね。で、マイインテレーションの中では、マイ反復では、その S の距離が1辺ずつで広がっていきます。で、このアルゴリスムがループで終わるから、決められたループの数だけで走るので、必ずこのアルゴリスムがテミュレートします。VI の反復で、S の距離がすべての頂点に、ブロードキャストができます。ですね。で、このアルゴリスムで、
無限ループを認識するためにもう一度反復する。だから V-1 じゃなくて V 回反復する。V、あと IV-1 から IV の間にその重みがアップデートすれば、アップデートしなければそのグラフが無限ループがない。アップデートすればそのグラフが無限ループがある。っていう意味となります。コードはこれだけですね。まずディスタンスの行列の、ディスタンス行列。すべての頂点が無限のディスタンスで、スタートだけはディスタンスが0。で、ここはまあ前、その MST の同じで、変異の行列のデータ構造です。で、この E3 が、この3が変異のソースと変異のターゲットと変異の重み。で、この二乗ループですね。I から V-I でリピートする。で、それぞれの反復で全ての頂点でこのアップデートするですね。頂点の目的の距離が、頂点の目的、今その目的の距離か、あるいはソースプラス変異の距離でアップデートします。まあ、それは前のグラフでシミュレートして、このグラフがまあ先の、フィューのグラフなんですけど、これはなんかただ、そのフィューのコストを今のところは無視しましょう。グラフの変異だけを見てみましょう。で、ディスタンスが必要ですね。で、ディスタンスは S が0で、A がインフで、B がインフで、で、T もインフ。で、頂点は4つあるので、3反復を行います。反復0と反復1と反復2。で、エッジ数のリストを作りましょう。エッジ数のリストが S、A、1と A、B、2と B、T、1と S、T、5。まあ、これは多分1反復で終わるので、ちょっとこれを混ぜて、アルゴリズムすぐ終わらないように、ちょっとこれを少し変更しましょう。この2つを変更しましょう。B、C、1と、ここは A、B、2。じゃあ、まず、その反復0で、まず S、A、1。A、A の距離がインフなので、0プラス1の方が安いので、反復0が A の距離が1となります。次は B。B、T、1ですね。t はインフで、b もインフなので、b プラス、インフプラス1はインフなので、これは変わらない。で、a、b、2。b がインフで、a が1になってますので、a プラス2が b の距離が3。で、s、t、5。s、t で、t の距離が無限で、s が0なので、0プラス5が t の距離が5になります。まあ、これは0反復ですね。だ1反復って。1反復は0で、SA1。A が1で、S プラス1も1ですので、これは変わらない。BT1。で、T が、5で、3プラス1が4ですので、BT をアップデートする4。で、AB2。AB2 がここは変わらない。ですね。で、ST5。ST は4で、S プラス5が5なので、これは変わらない。で、次は、これはもう全部ですね。0を変わらないし、SA1 も変わらないし、BT3 も変わらないし、ST5 も変わらない。で、ここで見てるのようにと思うんですけど、もし、あと無限ループをディテクトするために、もう一回、もう一度反復をやりましょう。で、こうすると、これ0,1,3,4 で変わらなかったので、このグラフでは無限ループがありません。で、あと最短経路のサイズが、わかりました。4ですね。じゃあ、一方、もう一つのグラフを見てみましょう。
ここは同じように S、A、B、E。で、S が0ですね。でこれもなんかランダムに変の数を。でここは反復0、1、2。これは4だから、と3ですね。で、エッジが、じゃあ、ここは B、E、2と、A、B、マイナス2と、B、S、マイナス2と、S、A、マイナス2。これは2ですね、プラス2。じゃあ、最初の反復が、B、E、2ですので、B は無限で、E は無限で変わらない。次は A、B、マイナス2。A と B は無限ですので変わらない。B、S、プラス2。で、S が0で、B は無限なので、これは S が0となります。ですね、変わらない。で、S、A、マイナス2。A は無限で、S、マイナス2が、これは A がマイナス2になる。で、インフ、インフ。で、1反復にすると、B、2はこれは変わらない。A、B、マイナス2が、このマイナス2を B にプロパゲートします。で、BS プラス2が、マイナス2プラス2が、これは0で変わらない。ですね。で、SA マイナス2が、0マイナス2が、A がマイナス2に変わらない。で、ここは if。で、もう一度繰り返すと、BE2 ね、マイナス2プラス2が、E が0をプロパゲートする。AB マイナス2が、マイナス2マイナス2はマイナス4、B はマイナス4になる。BS プラス2が、S が0で、マイナス2プラス2が、マイナス2となります。マイナス4プラス2ですね。で、SA がマイナス2マイナス2が、A がマイナス4になる。で、これは、ベルマンフォードが終わり。無限ループがあるかどうかをテストするために、もう一度反復します。で、BE プラス2ですね。B はマイナス4で、E がプラス2、マイナス2となりますですね。で、AB。A がマイナス4で、マイナス2と B がマイナス6になる。BS、マイナス6プラス2がマイナス4。で、SA、マイナス4とマイナス2がマイナス6。で、見てる通りに、最後の反復でリピートしましたので、これは、あと無限ループがあるとの使用種となります。じゃあ、最短経路の、サマリーしましょう。グラフが重みがついてない場合だと、まあ、BFS で、コスト O of V プラス E で終わります。で、グラフが重みがあると、ダイエクストラで、コスト E、O of E プラス V ログ V。で、これは、無限ループがあれば、この今回で紹介したダイエクストラの実装が無限ループになってしまいます。ですね。で、そうすると、実装が変わることができるけど、グラフには、その、マイナスのループがあるかどうかを認識することができない。で、それに対して、ベルマンフォールが、必ず OEV で終わり、そして、マイナスのループがあれば、ベルマンフォールがそれを認識することはできる。ですね。まあ、見てる通り、それぞれのアルゴリズムが使っているときと使ってないときがあるので、3つを学びましょう。で、各問題に対して、なんか適切なアルゴリズムを使いましょう。では、もう一つの次の課題スタイルについて紹介します。これは APSP、All Pairs Shortest Path。まあ、この課題を考えましょう。これは、オンラインジャッジの課題で、コマンドスっていう課題です。で、コマンドスが、グラフ GV で、スタートベーテックス S があって、と、ターゲットベーテックス VT がある。で、アイディアとしては、このグラフが、いくつかのコマンドがビジットする。で、そのコマンドたちが、そのグラフのすべての頂点をビジットして、エンドまで行きたい。それは、並列で何人でも起こることが可能としても、このすべての頂点をビジットするには、どれぐらい時間がかかるのか。はい、これは、10分ぐらい考えてください。じゃあ、続きます。
この問題を解くには、それぞれの頂点に対して S から V の、その頂点 I を、ストップするそのパスを計算しないといけないですね。で、この問題の解決、この問題の答えが、そのすべての頂点に対してのパスが、その頂点を含んでいるパスのすべての中で、一番長い方ですね。つまり、最短経路の中の一番長い経路が答えです。で、この問題、この問題を、解くには、一つのやり方は、i をループして、すべての vi に対して、ダイエクストラを使って、ダイエクストラ vs vi プラス、ダイエクストラ vi vt を計算する。まあ、これはできますよね。このコストが、ダイエクストラは、だいたい vev なんですけど、これは v×e プラス v になるんですね。まあ、これは可能なんですけど、今回はもう少し簡単なアルゴリズムを紹介したい。このアルゴリズムは簡単ですけど、ダイエクストラより高いですね。なんか、v 回を繰り返してダイエクストラでもより高い。これはフロイド・ワッシャルですね。フロイド・ワッシャルが O の V の3乗のアルゴリズムです。まあ、O の V の3乗はダイエクストラと比べて相当コストが高いアルゴリズムなんですけど、フロイド・ワッシャルの入力はこれです。プログラミング4行で終わります。すごい、プログラミングしやすいアルゴリズムです。フロイド・ワッシャルが、アジェイセント・メイトリックスを使います。これも特徴ですね。アジェイセントメイトリックスがあって、でそのアジェイセントメイトリックスを3回ループする。K0、K0 から V までと、4i0 からまで V と、J0 からまで V ですね。で、こういうふうなベルマンフォールドのような、アップデートがついています。ミニマルの ij と ik と kj です。ですね、まあ、見てる通りに、このプログラムが短いし、バグも発生しにくいですよね。一方、コストが高い。なので、なんか、時間が余裕、それともグラフが小さいだと、まあ、これを使えばと思うんですね。グラフが長いの場合だと、まあ、ダイエクストラ V 回とか、それはそんなに難しくない。これをより、プログラミングがちょっと、手間がかかるけど、まあ、そこまで難しくないですね。じゃあ、なんか、4行だけで、なんで、APSP ができるのかを見てみましょう。実は、フロイド・ウォッシュの基本的なアイディアは動的プログラミングです。ですね。なんか、ボトムアップの動的なプログラミングのアイディアです。それぞれの VK に対して、VI から VJ のパスが、今の VI から VJ のパス、または、VI, VK, VJ のパス。ですので、最初は、アジェイセントメイトリックスから始めて、隣同士の頂点のパスだけがあるんですけど、この K のループで、その2つのパスで K を入れて3つのパス。で、他の K を入れて4つのパス。で、他の K を入れて5つのパス。その3次元の、動的プログラミングで、このアルゴリズムが進んでいきます。ちょっと例としてみましょう。これは、k がマイナス1。つまり、これは初期状態です。初期状態だと、アジェイセントメイトリックスしかないですね。k の00と、1から1パス0で。で、このグラフを見ると思うんですけど、0から1はパスが2ですね。2から3は、すみません。2か、3から2へ、コストが3です。で、この3つのパスを見てみましょう。3から2のパス。と、2から4のパス。と、3から4のパス。3から2のパスがコストが、3ですね。2から4のパスがコストが1。で、3から4のパスがコストが5ですね。じゃあ、一番最初の反復で、K が0。で、0がすべての、パスに入れてみましょう。例えば、3から に行くと、0で行くと、3、コスト3じゃなくて、1と1ですね。3から0で1、0から2で0。ですので、SP32 が3から2にアップデートする。で、2から4。2から4がコストが1なので、2は0に行けないので、なんかその2から4で0をアップデートできない。ですね。
で、3から4。3から4だと、3から0がコストが1。0から4コストが3。ですので、このパスの方が短い。ですので、3から4 のコストが、0含めてコストが安くなります。じゃあ次が、K が1。K が1だと、1を入れてみます。で、3から2は、3は1に行けないので、3から2は、なんか1のパスがアップデートはできません。ですね。で、次は、まあ、3から1はいけるんですね。3から1はコストが3ですね。0、1ですので、コストが3。3でも1から2がいけないので、これはアップデートはできない。ですね。で、3から4も1から4がコスト、直接つながらないので、これはもうアップデートしない。ですので、反復1では、このパスは何もアップデートしない。じゃあ、反復2、ノード2を使いましょう。ノード2を使うと、3から2は変わらないね。3から、3、0、2は2も使っているので、コストが変わらない。で、2、4が、2から4がもう2を使っていますので、このもうアップデートしない。ただし、3、4が2を使うともっと安くなるんですね。前は3、0、1だったんですけど、コストが4だったから、3から0が1。で、0から4がコストが2。1プラス2が3ですので、3から0から4がコストが3なので、3、4のコストはもう一度アップデートします。で、そういうふうに続く。K から3、K から4。で、そう続くと、このアルゴリズムのサイドで、すべての頂点からすべての頂点 A のパスがアップデートができました。ですね、ぜひ、K3 と K4 がシミュレートしてみてください。じゃあ、もし、フロイド・ワーシャルが、距離だけじゃなくて、パレントが必要ですね。前の 4行で、最短経路のコスト、すべての頂点の音、すべての頂点に対して最短経路のコストを計算できますが、その実体の経路が出てこないですね。実体の経路を出る前に、パレント行列が必要ですね。ですので、この3つの行は、最初はパレント行列を、親行列を、初期化する。で、次は、フロイド・ワーシャルに、この1行を増やします。アップデートするときに、近所行列を、アジェイセントメトリックスをアップデートするときに、親行列もアップデートします。I から J の親が、P から J の親となります。まあ、結構分かりやすい、変更しやすいアルゴリズムでしょう。では、フロイド・ワーシャルで他には何ができますか？例えば、ある問題には、すべての頂点からすべての頂点への経路が欲しいなんですけど、最短経路じゃなくて、どの経路でもいいですね。VI と VJ がつないでるかどうかをチェックしたいわけです。それはフロイド・ワーシャルがもっと早くすることができます。それは、このミニマルじゃなくて、ビットマスクでできますですね。IJ が IK&KJ ですね。それだけだと、もっと早くなります。あと、フロイド・ワーシャルで、まあ、前の授業で、ミニマルスパニングツリーを使って、ミニマックスパスについて話しましたんですけど、すべての、頂点とすべての頂点に対してのミニマックスパスを知りたいなら、それはフォイド・ワーシャルすることができます。そのフォイド・ワーシャルの、アップデートが変わるだけですね。このアップデートがミニマル IJ と IK プラス KJ なんですけど、ミニマックスを計算するだと、IJ がミニマルの IJ とマックスマルの IK と KJ ですね。こうすると、ミニマックスの最短経路することが計算できます。あと、前回の授業だと、その、なんていう、アーチクレーション頂点で、ストロングリコネクテッドコンポーネント、その、なんかスタックでノードをパッシュして、ストロングコネクテッドコンポーネントを見ましたんですけど、フロイド・ワーシャルでもストロングコネクテッドコンポーネント、
を認識することが可能ですね。アイディアとしては、フロイド・ワーシャルを計算した後に、IJ と JA の距離を計算する。IJ の距離が0より大きい。そして、JI の距離も0より大きい。であれば、VI と VJ が同じストロングリコネクティブコンポネントに入っています。最後には、なんか、フロイド・ワーシャルも、なんか、ネガティブサイクルを計算することが可能ですね。II をチェックして、アジェイセントメイトリックス、フロイド・ワーシャル号のアジェイセントメイトリックス、II をチェックすると、もし、マイナスであれば、そのグラフにはマイナスループがあります。マイナスがなければ、それはそのさ、そのグラフのミニマルのループのサイズとなります。そして、なんか、II はすべて0であれば、そのグラフはループがないっていう意味になります。じゃあ、次は、ネットワークフローについて話しますが、まあ、これはちょっと長い話になるので、一旦このビデオを止まります。では、まだ次のビデオ。